皆さんこんにちは。今回の懐かしの昭和と今は、懐かしの昭和に販売されたまずいドリンクです。美味しさやインスタ映えを求める令和と違い、味はともかくインパクトを残すドリンクがありました。中でもこれは飲めないとうなる昭和に販売されたまずいドリンクを紹介していきます。あの頃の昭和を振り返り、懐かしみながらノスタルジックな気分になりましょう。ではそんなあの頃に行ってみましょう。現在50代から60代の人には印象深く、まずいドリンクの筆頭に上がるのがポッカコーポレーションから1987年に発売されたウィリーではないでしょうか。中国で発売されたスポーツドリンクをもとに開発された清涼飲料水とのことです。現在ではポカリスエットやアクエリアスがスポーツ飲料で有名な商品ですが、ポカリスエットは大塚製薬から1980年に、アクエリアスは日本コカ・コーラから1983年にそれぞれ発売されました。遅れること4年後に発売されたウィリーですが、カテゴリーは清涼飲料水なので、ポカリスエットやアクエリアスのようなアジア喉越しを想像した人も多かったでしょう。実際は薬のような味がして、激まずドリンクの代表となってしまいました。夏目、三座し、肝臓などの中国産の植物エキスを使用しているため、植物エキスの酸味とすっきりとした甘味をプッシュして発売を開始したものの、消費者の印象の悪さが目立つ形になりました。クソまずい印象しかない伝説のまず重、薬用シロップを薄めた独特の味など酷評が多かったにもかかわらず、販売メーカーの力の入れ方はかなりのものでした。テレビ CM での拡散はもちろんのこと、当時ウィリーを販売する自動販売機を目にしたことがある人もいるかもしれませんね。大々的なウィリーの赤文字は目を引くので、物珍しさに購入した人もいるでしょう。テレビ CM では歌手の今井美樹さんが起用され、 CM 中でウィリーを飲む姿が放映されていました。出演当時24歳の可憐な今井美樹さんには、ウィリーがどんな味だと感じられたか気になりますね。ウィリーの販促に力を入れたものの、売れ行き不振で1990年代に販売は終了しました。続いてのまずいドリンクですが、ウィリーと双璧をなしたと言っても過言ではない、1984年にサントリーフーズから製造されたサスケも印象深いでしょう。1961年に販売を開始していたコカ・コーラに対抗すべく製造された炭酸飲料ですが、発売の翌年である1985年には販売終了となったレア度も高いドリンクです。気になるコカ・コーラに対抗ですが、当時コーラを飲むと骨が溶けるや発育に良くないなどの噂がありませんでしたか？それは多くの炭酸飲料に含まれるリン酸が影響していたことが世間に広まったからです。そこでサスケはリン酸とカフェイン未使用で、チェリーや柑橘系のフルーバーを使った炭酸飲料として売り出しにかかりました。柑橘系炭酸飲料であればファンタオレンジがパッとイメージに浮かんできますが、フレバーにチェリーを使用するのは当時新鮮な発想だったかもしれません。実際に飲んだことがある人の声を集めてみると、正直にまずいとしか言えない、これは絶対に売れない、サスケのまずさはナンバーワン、まずい、好きなんだけどまずいなど辛辣な声ばかりが並んでいます。健康志向で打倒コカ・コーラのもと発売されましたが、思いのほか消費者受けが悪かったのはサントリーフーズも想定外だったかもしれません。実際に放映されていたテレビ CM にも力を入れていたようですが、他社 CM と違ったカオス感が楽しめます。女優千堂信子さんが忍者姿に扮し、刀を振りかざしたり怪獣を抱え上げたりと、一見すると炭酸飲料のテレビ CM とは分かりにくいインパクトの強さが伝わってきます。サスケは冒険活劇飲料として紹介されて、炭酸のシュワシュワ感が飲む気をそそらせます。
CM 最後には続くの文字がありますが、1年ほどで販売終了となったので、もちろん CM の続編は放映されていません。ちなみにコピーライターに糸井重里さん、音楽に坂本龍一さんと大物が起用されましたが、サスケの評価が上々であれば、テレビ CM の続編がどのように展開していたか知りたい気分にもなりますね。健康志向を軸としたドリンクは現在では飲みやすさも相まって販売数が増えていますが、昭和当時のドリンクはまずさが強すぎて、短命で終わった商品も数多くあります。ここまで紹介してきたウィリーとサスケは、タブクリアや IMO と合わせてサラリーマンから愛された週刊誌週刊宝石のドリンク特集で、伝説の四天王ドリンクという不名誉な4本にも選ばれた過去があります。ではタブクリア、 IMO とともにどんなまずいドリンクだったのかも合わせて紹介していきます。まずタブとは、1962年にアメリカのコカ・コーラ社から発売された炭酸飲料です。風味はコーラですが、現在では珍しくないノンカロリーが採用された画期的なドリンクでした。その30年後の1992年に無色透明の炭酸飲料であるタブクリアが発売されました。当時のアメリカはクリスタルペプシなどの無色透明のクリアコーラが流行していたことから、日本でもそのブームに便乗するように1993年にタブクリアが発売されます。日本に続いてイギリスなど世界各国で販売されましたが、思うような売り上げ成果は得られませんでした。しかも日本ではタブクリアよりも以前に1984年にミラクルアルファホワイトコーラが発売されていましたが、思うような定着が得られず、1年程度で販売終了の道をたどることになります。肝心のタブクリアの味ですが、苦味と酸味の違和感、思わず吐き出したという否定的な意見から、白いコーラが出た、美味しかったとの評価する意見とで2つに分かれているようです。宣伝となるテレビ CM ですが、当時流行った日本テレビ系のマジカル頭脳パワーに出演の政治評論家俵浩太郎さんが務めました。考えたってしょうがない、飲んでいただければわかりますというコカ・コーラのコメントを読み上げますが、1年後に販売終了となることはその当時は予測されていなかったことでしょう。伝説の四天王ドリンクの最後は、1986年にカゴメから発売された清涼飲料水の IMO です。商品名を知るまではアルファベット読みするのか、またはローマ字で芋と呼ぶのかわからない、正体不明さを醸し出すドリンクですね。なぜなら IMO はさつまいもを原料とした焼き芋味の清涼飲料水だったからです。缶のデザインにも焼き芋が描かれていたこともあり、興味に煽られて購入した人もいるでしょう。さつまいもそのものの味、すぐに吐き出したとまずいと評価する声が多数上がることになりました。商品展開は、白く濁った混濁、透明なクリアの2種類の他に、炭酸入りの炭酸の3種類がありました。さつまいもベースの焼き芋味であるため、匂いと口に含んで感じた味は衝撃だったでしょう。カゴメの狙いは、市場の開拓や若者にも受け入れられる製品の開発だったようです。テレビ CM にもマルチタレントで活躍していた網浜奈緒子さんが起用されましたね。あどけなさが残る顔の横にさつまいもを構え、私は芋ですとつぶやく素朴感と、バックで流れる網浜奈緒子さん本人歌唱のシリアスも印象的でした。販路拡大を目指すカゴメのイメージ戦略でしたが、撤退を余儀なくされてしまうのでした。ここまでは伝説の四天王ドリンクにクローズアップしてきましたが、昭和のまずいドリンクはまだまだあります。伝説の四天王のさらに上を行く、世界一まずいという不名誉な称号をつけられたメッコールを紹介しないわけにはいきません。1982年に発売された韓国産の炭酸飲料ですが、
韓国系メディアではマッコールとも称されているようです。メッコールは韓国食品研究員の博士となったソクホムン氏が大麦消費を促進するべく商品開発されたものです。当時の韓国は大麦の消費がパンに限られていて、別の形で消費できないかと行き着いたのが韓国産コーラであるメッコールでした。大麦が含まれていることでメッコールから麦茶の風味は感じさせるものの、砂糖を入れて甘くした麦茶に炭酸を入れたものと評価している人が多いです。強めの炭酸で気泡も荒く味も独特だったので、愛飲できる人はごく少数だったとか。コカ・コーラの原材料は糖類、カフェインをベースにしているので、大麦から製造しているイメージが結びつかないかもしれませんね。けれど製造元の韓国では朝鮮料理との相性の良さやソウルドリンクとして親しまれていることから、世界一まずいはひょっとすると言い過ぎなのかもしれません。その理由は、国評はメッコールというよりも販売に統一教会が関わっているという声も少なからずあるからです。発売当初、韓国では故郷の味のコピーとともに健康飲料として支持を集めた上に、1988年には韓流人気歌手チョ・ヨンピルさんが60秒テレビ CM をソウルオリンピック会場で観光したことで話題になったほどです。しかし統一教会との関係がある企業が販売に関わっていると知ると、韓国内のキリスト教徒による不買運動が展開する騒ぎに発展しました。メッコールへの世界一まずいの不名誉な称号は統一教会への揶揄から起こったのかもしれません。炭酸飲料といえばすっきりした後味に喉越しも爽やかなドリンクが多いですが、ミント系が強烈であっという間に世間から姿を消すことになったまずい炭酸飲料もありました。1983年にサントリーから発売されたマリンクラブという炭酸飲料です。イケメンの外国人青年が爽やかに飲み干し、テロップの100円避暑地の文字から手頃に爽快感を味わえるドリンクとしてプッシュしていたことがわかります。ブルーミント、グリーンライム、レッドベリーの爽やか系3種類で販売されていたマリンクラブですが、ネット内での評価も激マズの言葉が見られるほど、飲み干すには勇気が必要だったのかもしれません。100円で購入した味が歯磨き粉の味がする、大量にフリスクを溶かし入れた炭酸飲料であれば手を出すにも躊躇します。またテレビ CM のバックで流れていた曲はマルコム・マクラーレン氏の真夏のソエト、洋楽名はソエトです。洋楽が好きな人ならご存知だと思いますが、イギリスの伝説バンドであるセックスピストルズのマネージャーを務めた、ヒップホップの開拓者としてもその名を世界に轟かせた第一人者です。ただマリンクラブの不評がかって、発売から半年も経たないうちに販売終了となってしまいました。色合いはとても綺麗なだけに、味も伴っていれば早々と撤退する事態にはなっていなかったかもしれません。ちなみにマリンクラブの3種類を混ぜると全て色が消えて無色透明になるという噂も上がったこともありましたね。まずいものを全部混ぜてみようという子供なりのいたずら心から生まれたかは定かではありませんが、ここで番外編として実際にテレビ番組の企画から生まれた世界一まずいドリンクも触れておきましょう。日本テレビ系のお笑い番組ダウンタウンのガキの使いやあらへんでから生まれたダウンタウンのガキ水です。1996年に番組内でまずい飲み物を作ろうという発案から生まれたガキ水、瓶に貼られたラベルにはダウンタウンの顔写真、レモン色の液体から爽やかな清涼飲料水かと思わせられますが、ラベル下の辛い飲料の赤文字からピリリとアクセントが効いているイメージはできそうです。手にして飲んでみた人の感想は、想像していたよりまずくない、後から辛みを感じた、飲めなくはないけどまた買いたいとは思わないといった可も不可もない評価となっていました。発売当時は150円で売られていましたが、
最近では10倍前後の価格に跳ね上がるほどの価値がついているとのこと。ただ世界一まずいながら安全が保証され店などで販売できることを条件に開発されたので、まだネットが存在しない時代に大人の遊び心から生まれた商品が展開される楽しい時代だったことも伺えます。続いては食後や休憩でのたしなみに飲まれるコーヒーに炭酸を加えたアートコーヒーから発売のコーヒースカッシュの紹介です。コーヒー愛好家からすれば、どうして美味しいコーヒーに炭酸を加えるんだと自制を求める声が聞こえてきそうです。炭酸入りのコーヒーが日本に初登場したのは1954年に鳥居飲料から発売のコーヒーサイダーがその歴史の始まりです。商品名の通りコーヒーを炭酸とサイダーで割ったドリンクでしたが、その後はコーヒースカッシュが製造販売される21年後の1975年までコーヒー入りの炭酸飲料は姿を潜める状況でした。コーヒーを想起させるには難しいほどの爽やかな水色デザインの缶容器。もしコーヒースカッシュという商品名だけで炭酸が入っていることを知らないと、思わず缶容器を振ってしまい、中身の液体が噴き出してしまう事態になってしまうかもしれませんね。それでも販売元であるアートコーヒーは1934年創業の由緒正しきコーヒーメーカー企業です。昭和当時から力を入れてきたコーヒー販売でしたが、コーヒー入り炭酸飲料を発売したのはかなり気合が入っていたでしょう。けれど消費者受けはいまいちで、炭酸が強いから口の中で苦味が倍増し、コーヒースカッシュに含まれる甘味も強烈で、後味の悪さはコーヒー愛好家には受け入れられなかったようです。販売終了を経るのですが、2000年代に再びコーヒー入り炭酸飲料に光が当たることになります。その背景にはゼロカロリーが流行ったこと、冷蔵技術が昭和当時よりレベルアップしたことが再ブームの到来を呼び込みました。コーヒースカッシュも乗っかる形で2005年に再販されますが、いつの間にか販売終了の波に飲まれていました。ただ現在はタリーズコーヒーなどでコーヒー入り炭酸飲料を提供しているようなので、まだ飲んだことがないコーヒー愛好家の人は一度トライしてみてはいかがでしょうか。コーヒーに限らず、現在も愛好家が存在するドリンクながら敬遠された商品でいうと、1979年にカルピスから発売されたビター&レモンも人気が出なかった商品の一つでしょう。今やカルピスは乳酸菌飲料の代表で、カルピスウォーターやカルピスソーダなど手軽に飲める時代になりましたが、昭和当時は茶系の瓶に入ったカルピスの原液を水などで薄めて飲んでいたことがある人がほとんどではないでしょうが、そんなカルピスから発売されたビター&レモンですが、レモンの苦さを生かしたビタードリンクをキャッチコピーにした炭酸飲料でしたが、まずい、病みつきになる、何気に飲んでいたなど賛否が分かれるドリンク表です。というのもコーラなど多くの人に好まれる後味すっきりで甘みも爽やかな炭酸飲料というよりは、レモンの苦味を全面的に押し出して甘味も控えたドリンクだったため、口に合う合わないが分かれたのかもしれません。大人の口には合うドリンクでしたが、万人受けには至らないことから販売終了の道をたどることになりました。一方でビター&レモンの味を好んでいた人にとっては、再販を希望したり類似商品を探し求めたりと熱を帯びるネット評もあります。その声を受けてか1990年代に改良されて再販されますが、当初の風味を潜めた万人受けスタイルに変更したこともあり、あっという間に販売終了へと追いやられてしまうのでした。発売当初のテレビ CM はイギリスの女性歌手であるキム・ワイルドさんが大人の魅力を振りまくセクシーな感じに仕上がっていました。バックで流れる曲もキム・ワイルドさん自身の曲ビター・イズ・ビターを歌い上げています。この曲は日本の音楽プロデューサーである土屋雅美さんが手掛けたこともあり、商品の売り出しにもかなりの熱がこもっていましたが、短期での販売終了は想定外だったかもしれませんね。
まずいと酷評を受けたドリンクには本物の薬剤師が関わって製造された商品もありました。それは1973年に日本で販売された炭酸飲料ドクターペッパーです。もともとは1885年にアメリカで発売されたドリンクで、日本以外にもカナダやポーランドなどの北アメリカ、アジア、ヨーロッパなど世界各地で販路拡大に成功しています。ところが日本ではまずいドリンクとして取り上げられている理由はどこにあるのか、不思議な部分でもあります。黒や赤を基調にしたデザイン感にコーラを彷彿とさせる黒色の炭酸飲料ですが、発明・製造に携わったのはアメリカの薬剤師のチャールズ・アル・ダートンさんと言われています。ウェイド・モリンソンさんが経営していたドラッグストアで薬剤師として勤務していたチャールズさんがドクター・ペッパーの前身であるウェイコを開発し、チャールズさんへ製法を提供したことがきっかけとされています。見た目はコーラにしか見えませんが、コーラに使用されているコーラの実はドクターペッパーには使用されていません。製造には23種類の原材料が使われていますが、未だその製法は明かされていない謎を呼ぶ炭酸飲料です。ただ飲んだことがある人の感想は、配合されたフレバーの影響から湿布の味がする、薬臭い、他にはドクターペッパーの独特の甘さをアメリカンチェリーのような味と表現する声もあります。実はコーラよりも販売開始は1年早かったので、美味しさが際立っていれば炭酸飲料の一番手に躍り出ていたかもしれませんが、1973年から日本で販売開始するも売り上げの低迷で販売中止となりました。それにもめげず低カロリー路線で打ち出したドクターペッパードライやドクターペッパーダイエットが発売された時期もあったようです。ちなみに商品名にドクターを称す理由は、ドクターペッパーが嗜好飲料ではなく健康飲料の位置づけだったから。モリソンさんの義父のチャールズ・ペッパーさんは医学博士だったからなど諸説あるようです。最後に紹介するのは大塚製薬から発売されているカロリーメイトドリンクです。現在の商品名はカロリーメイトリキッドに変わっていますが、販売されている種類や使用されている原材料も一部変更されています。変更前のカロリーメイトドリンクはミルク、コーヒー、ココア、コーンスープの4種類が販売されていました。ただ当時の味を思い出すべく検索してみると、カロリーメイト、ドリンク、まずいが検索上位に来る結果となっています。本当にまずかったのかが気になりますが、激まずなやつ、えぐみがあり後味が悪い、匂いも良くなく口が臭くなるなどの予想通りの酷評が並んでいました。けれど味のバリエーションが豊富なため、まずいけど飲めないことはない、想像しているよりも薄味と思ったら飲めるなど、先入観がまずさを引き立てたこともあるようです。カロリーメイトドリンクは嗜好品として開発販売された商品というわけではなく、1979年に医療用の濃厚流動食として大塚製薬が開発したハイネックス R を一般消費者も利用できるように改良されたものでした。カロリーメイトがバランス栄養食として世間に認知されていると思いますが、カロリーメイトドリンクも医療用流動食の改良版ということで、必要な栄養を摂取できる貴重なアイテムだったのかもしれませんね。現在のカロリーメイトリキッドはカフェオレ、フルーツミックス、ヨーグルトの3種類の味にリニューアルされています。飲みやすいという評価も増えているので、嗜好品として手を伸ばしやすく改良されたことが裏付けられているとも取れます。カロリーメイトの当時のテレビ CM は、読売ジャイアンツで活躍されていた王貞治さんがごくごくと飲み干す姿が印象的でした。王貞治さんは他にも大塚製薬を中心とした大塚グループの一つである大塚食品から発売されたボンカレーのテレビ CM にも起用していたことが縁だったのでしょう。いかがでしたでしょうか。昭和の頃の思い出を振り返って、あんなことこんなこと思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさに浸ってもらえたなら嬉しいです。
こんなドリンクもあった、辛い思い出があったなどコメントで教えてください。これからも懐かしい昭和に触れていきます。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。